元ディズニーキャストがお送りするたくさん人が乗れるアトラクション。第3位、ソアリン。定員は174人。ドリームフライヤーに乗って世界の名所や大自然を巡る旅。初めて乗った時にはあまりの完成度に拍手してしまいました。超絶人気アトラクションなのでスタンバイパスの取得をお忘れなく。第2位、キャラバンカルーセ。定員は190人。ランプの街 G2 に乗れる2階建てのメリーゴーランド。夜のライトアップされた姿は圧巻です。 G2 の数には限りがあるので大人の皆さんは小さなお子様に譲ってあげましょうね。第1位、ニモ&フレンズシーライダー。定員は244人。魚サイズに縮むシーライダーに乗ってニモやドリと海の世界を旅しよう。映画に出てくるキャラクターと会える感動はひとしおです。乗車前にクジラ号を覚えておくといいかもしれません。いってらっしゃい。